くれないよもう迷わないいつか今の自分に胸張って笑って手をくれるより今ここから始めよう、oh、僕らならできるって思いながら戦って新しい未来をイメージすればいいあの虹を渡ってまだ見ぬその先へ自分を信じて 始まったばかりさ「無理して我慢して生きてても」「明日はやってくるけどラえない」「誰かと比べる必要なんてない」「君は君のままでいいんだよ」 専務理事ありがとうございましたえ今日はどうぞよろしくお願いいたします,しますどうぞおかけくださいえそれでは早速お話を伺ってまいりたいと思いますがまずは直人さん、はい、フェアプレイアンバサダーっていうのはどのようなことをするんでしょうかまずあの皆様からですね、えー、フェアプレイ体験をこういろいろ募集したりですねあるいはこんなのもフェアプレイに入るんだよっていう新発見も含めてですね、えー、皆様からそういうエピソード フェアプレーエピソードを募集したいと思っております、はい。募集してどうするんでしょう。募集して、えー、フェアプレー対象を、えー、決めさせていただきですね。はいえー、ちょうど一年後来年の七月にですね、その対象を発表したいなと思っております。はい。そして有森さんも直人さんと一緒にこの応募を呼びかけていくということなんですけれども、はい、実際フェアプレーっていうものは何なんでしょうかね。あのよくですねスポーツとかするときにあの先生しますよね。先生堂々と戦うことを誓いますっていうような、はい。 ああいうまあもちろんルールがあって競技の中でするものなんですがまあそれにプラスアルファやはり競技とかしてるんだけれども戦う相手なんだけれどもそこにこう温かさと相手に対するリスペクトという精神がちょっと何かこう現れるようなえ現場であったりとかそういうシーンに対してこう割とえ使うのがよくフェアプレーっていう。 ものなのかななかと、まあ、それはでもあの多分スポーツの現場だけではなくてこれから日常の中でも、まあ、人を思い合ったり、えー、普通のまあ流れなんだけれどもそこにちょっとしたこう手をかけ気持ちをかけ、えー、言葉をかける。 え、そういったものが、まフェアプレーにつながっていくのかなというふうに、はい、感じています。うんうん、ありがとうございます。すね、朝日さんはいかがでしょう。はい、あの、私の考える、まフェアプレーというのは、ま相手に対する思いやりではないかなと。まあ、私も、まあ、アスリート代表として思うところは、アスリートって、やっぱりこう、対戦相手とか。ライバルがいないと成立しない世界なんですね、というのは。自分がどれぐらい足が速いかは、ライバルいないと分かんないし。うん、<laughs> まあ、僕は、まあ、バレーボールビーチバレーですけど、対戦相手がいないと。 自分のパフォーマンスがどれだけ高くて自分の達成感っていうのは感じられないわけですよ、はい、常にやっぱり相手をこう思い合ってリスペクトしていくという中でやっぱりスポーツアスリートは本当このフェアプレーという精神がこうあの育っていくのかなと言い換えればフェアプレーをこう持つことで自分に返ってくるのかなっていうですね非常にまあアスリートとフェアプレーというのはこう。 近い存在なのかなというふうに思ってますねうんそうなんですね。大変興味深いですね自分に返ってくる思いやり、えーね、ということですね、はい、ちなみに昨年のフェアプレー大賞では笑顔と涙の握手こちらが大賞を受賞しています、はい、でまた、えー、正々堂々賞こちらにはキーパーナイスと自他競泳の2作品が選ばれましたはいえ。それではここでスポーツの場面でのフェアプレーエピソードをご紹介しましょう 2006年のイタリア・トリノ東京オリンピックでのことですクロスカントリー女子チームスプリントの決勝でカナダの選手のストックが折れてしまいましたスキーで走るためにはストックで押す力がとても重要なんですがその時ライバル国のノルウェーチームから1本のストックが渡されました結果カナダチームは2位で銀メダルを獲得一方ストックを渡したノルウェーチームは4位となりメダルに届きませんでした 自分にとって当たり前のことをしたというノルウェーコーチにフェアプレーに感動したカナダ国民から賞賛が送られましたまたフェアプレーはスポーツ選手だけのものではありません1九9八年日本が初めて出場したサッカーワールドカップフランス大会日本からも多くのサポーターが詰めかけたんですが第二戦のクロアチア戦に負けると日本はグループリーグ敗退となりました 日本が負けてしまい悲しみに沈む日本サポーターでしたが次の瞬間クロアチアを称えるエールが起こりますさらにその後日本のサポーターは応援のために持っていった青いゴミ袋にゴミを入れてスタンドを掃除し始めたんですねその姿に海外の記者たちはこれぞフェアプレーだと絶賛初めてのワールドカップで日本は参戦全敗でしたが日本サポーターの行動は 世界に驚きと感動を与えましたね。はい、いい話ですね。うん、もう本当にいろんなことがフェアプレーになるんですよね。はい、えー。それでは直人さんが経験された、はい、フェアプレーエピソードを教えていただけますでしょうか。そうですね。あのー、私世界中をですね、えー、まあバックパッカーだったり旅人としてこうまあ今四十カ国以上、えー、旅をしておりますけど、はい、やっぱりこう外に出ると、うん。 日本に帰ってきた時に日本人のフェアプレーがその日々ですね日常にあふれてるんだということそれまでは全然感じなかったんですよ当たり、まあ、これが当たり前だろうと思ってたことがで例えば1つ大きなエピソードで言うと、まあ、皆さんももう本当にご覧になった普段ご覧になっていると思うんですが通勤・通学ラッシュの時の,あのホームにピターってこう並ぶあのシーンは。 もう絶対日本が一番ですよ、<ー>絶対考えられないっていう国が多い中でですよ、うん、もうやっぱりね、でこうあの順番に並んでっ入って入って、ここまでもうピーピーって入りませんって言ったら、またこう一人その次の人から並び始めてっていう、ああいった精神と言いますか、あれは本当にやっぱ日本人ならではのね素晴らしいあのフェアプレー思いやりのね精神だなと思います。そしてあのの、えーね、震災の時も本当に ああいったことが起こったら我先にで、ね、暴動が起きたりとか泥棒が現れたりとかっていうね、えー、乱れる中ですがみんながちな状況厳しい状況の中でですねやっ,ぱりやっぱり日本人というのはそういうことも、まあ、多少はあったにせよ基本的にはなく本当にあのみんなが思いやりを持って え協力し合いながらえその逆境にこう立ち向かっていったとっいうそういう姿は本当にまあ海外のねメディアでもよく取り上げられてましたけれど本当にこう誇るべきフェアプレー精神を僕ら日本人は元から持っているんじゃないかとそう思っております。